ゃじゃーん、こちらなんと手作りなんです。うわー、とっても素敵でしょでしょ。しかもこんなに可愛いのが風船でできちゃうんだよ。本当に信じられない。いや、でも確かにこの触り心地は風船だね。いろんな形があるけど、みかんちゃんはどんなのが作りたい？いきなりこんな凝ってるのは難しそうだから、まずは左側のシンプルで可愛い水着の作り方が知りたいな。了解しました。じゃあ今日は普通の王道ビキニの作り方と、こっちの胸元がバッテンになってるクロスタイプのビキニの作り方を紹介するね。それでは行ってみよう。このカナオドールに似合う水着を選ぼっかな。カナオは控えめな性格だから、あまり派手すぎない方がいいんじゃない？そうだね。となったらこれにしよっかな。うんうん、すっきりしててカナオに似合いそう。で、この風船をどういう風にしたらこんな水着になるの？はい、まずはこの下部分から作っていきますね。半分に折る。丸い部分の真ん中から下くらいをちょっきり切れたら、曲線が重なり合っている方を切り込みを入れます。ここは綺麗に切れなくても穴を開けるっていうイメージでやってもらえたら大丈夫です。それでは新しいボトムスに履き替えさせてみましょう。いい感じに履けました。へえ、簡単。次は上ですね。先ほど使った風船の上の部分を直近するのです。はい、おしまい。って、これだけ？はい、このチューブトップをドールの体に通してもらって、最後に三角部分を作りますね。ここをくるっとひっくり返して、はい、完成。おお、これだけでできちゃったの？うん、そうだよ。すごいすごいすごい。それじゃあカナオちゃんのヘッドを取り外して新しいボディにチェンジしてみよう。簡単だし似合ってるって思ってくれたらグッドボタンもよろしくね。なんだか楽しくなってきた。早速他のメンバーも作っちゃおうっと。次はみつりちゃんに似合うやつ、大人っぽいデザインがいいな。それならみーのおすすめはこれだよ。確かにこのホルダーネックのデザインがすっごくみつりちゃんに似合いそう。でもなんかさっきより難しそうだね。なんなんなん、これ意外と簡単なんだよ。みつりちゃんは全体的にピンクの分量が多いから、バランスをとって緑の風船で作っていくよ。パンツは OK。 じゃあいよいよ本題だね。さっき使った風船の上部分を切ります。そして次にいるパーツはここ、風船を膨らませるところのこの丸い輪っかを使いますのです。へえ、この輪っかを？そうです、中心に通します。そして輪っかを作って、頭に通して形を整えて骨折を直して、はい、完成です。ちょっとこの輪っかの作り方全然わかんなかったから、このヒートレットゴムでもう一回やってくれない？ちょっと早かったよね、ごめんね。右のゴムで輪っかを作って、かぼちゃを入れて引っ掛ける、こういうことだよ。うんうん、こうなったら頭の部分に引っ掛けたらいいってことだね。そういうこと。それじゃあ付け替えてみようっと。この形は絶対みつりちゃんに似合うはず。切れました。それじゃあ見てみましょう。うわー、すごいかわいい。うんうん、このホルターネックタイプの形の水着はとってもみつりちゃんに似合ってると思います。お次はねずこドール、どっちが似合うかな。しのぶさんはこのクロスになってる方が似合いそうじゃない？確かに。じゃあこっちのザ・ビキニっていう感じの王道でいきましょうか。ねずこちゃんの水着は黒とピンクでめちゃくちゃ悩んだけど、なんだかねずこグッズってピンクが多くないですか？だから今回はあえてピンクをやめて黒で作っていきたいと思います。いいですね。それではパンツをお願いします。
トップスの作り方。まずは2つに折ります。そして横を削ぐように切り落とす。次は反対側いきますね。なんだ意外と簡単じゃん。これを開いてみますね。お分かりですか？ビキニっぽい形になってるの。うわー、ほんとだ。そして最後は下を切ればいいんだね。こうなりました。早速着せてみよう。でもなんかブカブカだなと思ったら、長さを調整して後ろにテープを貼り付けると綺麗に見えますよ。あ、待って、私いいこと思いついちゃった。なになに？この水着をもっと可愛くするんだよ。違う色の風船を細長く切るでしょ。それを水着の真ん中に通して結ぶ。ねずこちゃんの髪色みたいな水着の完成です。簡単だしいいアイデアだね。それではヘッドを取り替えて。忍ぶドール、大人っぽいこの形。忍ぶさんといえば紫。こちらで作っていきます。いいねいいね、忍ぶさんに似合いそう。トップスのビキニはこんな三角になってる感じだよね。さすがみかんちゃん、パーツのことがだんだん分かってきたのね。うん、なんとなくね。風船の口に近い部分を三角形に切り落とします。反対部分は色を変えて黒にしてみるのはどう？いいねみーちゃん、ナイスアイディアだよ。あとは首で引っ掛けて交差するだけ。みかんちゃん、ちょっと待って、なんか布が足りなくないですか？うわー、ほんとだ、大変。でも大丈夫、今まで教えてきてもらったことを生かして新たな水着を作ってみせるわ。なるほど、ホルターネックは黒で統一して新たにチューブトップを作成し、お胸の部分を隠してあげるという寸法ですね。その通り。でもそのままだと黒の部分が少ないから、ボトムの方にも黒をあしらってあげて全体的なバランスを整えるよ。できた。アレンジを聞かせて、しのぶさんのオリジナル水着を作ってみたよ。さすがです。今まで教えてきたことが生きてきたね。うん、ありがとう。みーちゃんが教えてくれたおかげで服作りに自信が出てきたよ。かわいい、似合ってるって思ってくれたら評価をぜひよろしくお願いします。これからもかわいいものを作ったり紹介していけたらなと思いますので、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。